シンフォーニア岩国は山口県岩国市にある文化施設である。正式名称は山口県民文化ホール岩国であるが一般への案内は愛称のシンフォーニア岩国でされている。なお、同施設の建設計画は県立の文化施設を県内各地にバランスよく配置する意図を持って下関市の山口県国際総合センターと萩市の山口県立萩美術館 浦上記念館の建設と一体を成すものとして推し進められた。前提1996年6月30日に開館した。本格的なコンサートホール、多目的ホール、企画展示ホール、会議室などを備えており、岩国地域の文化の拠点となっている。建物は山口県庁の出先機関である、山口県岩国総合庁舎との合築構造となっている。 開設以来、山口県が出資する県文化振興財団が管理、運営してきたが、2006年4月から指定管理者制度を導入。サントリーパブリシティサービスグループが指定管理者として運営管理している。標準配置で鈍調を省略した、舞台、約2秒の残響時間、フル LED 照明設備など、地方都市のホールとしては珍しくクラシックを描く。 オペラに対応した本格的なコンサートホールとなっている。プロセニアム型に配置された客席数は最大1,205席。自主公演事業として年数回、オーケストラの公演やオペラの上演が行われている。374席の客席数を持つ小規模なプロセニアム型ホール。室内楽などの小規模な音楽会のほか、演劇、講演会などに使用されている。 企画展示ホールや大小会議室、リハーサル室などを備える。ありがとうございます。